福山藩の砂止め別所砂止め福山にある砂止めの分布。2が別所砂止め。2014年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。土木遺産選定分のみ記載。この上流側に小規模の砂止めが存在する。右上は福山市立動物園。別所砂止めは 広島県福山市足田町福田にある足田川水系五入道の川流域に建設された複数の砂防園庭である。江戸時代中期から後期にかけて、当地を治める便も福山藩により構築され、ほぼそのままの状態で現存している。内大規模な14機を含め大小様々な形態の 砂止めが三十数基以上良好な状態で、現存している貴重な土木遺産と認められ2015年土木、学会戦勝土木遺産選定。古文書で存在は知られていたが、長らく所在が確認されていなかった。2009年に入り地元住民が発見してから、調査研究が行われ、現在では別所砂止めを守る会が中心となって、保全活動を行っている。 曰く、福山のマチュピチュ。別所は、庄園とは別に新たに作られた、集落、農地を意味する。五入道川は、福山市中心部から西にある足田町、福大和角山を源流とし、北流した後、足田町、福田中心部を流れる足田川、支流、有地川に合流する、足田川の二次支流である。流域面積約0.2平方キロメートル。 この砂止めは、その最上流部に存在し、砂止めのある地は、ひな浦山と呼ばれ、ひな浦は、山の北側斜面を意味するという。あるいは、十三箇所、十三が、瀬と呼ばれているという。福山藩では千七百年代以降の地を、土砂災害から守る目的として砂止めが、各地に作られた。その多くが花崗岩と、その風化残留土である、土による、 土砂災害対策として作られたのに対して、別所砂止め周辺の地質は年番岩がある地で、表像は粘土であることに大きな違いがある。きっかけは、江戸中期、この地を、寒外、例外、中外などが襲ったことから、農地確保のため土砂流出を防ぐ砂止めが設置されたという。別所砂止めに関する歴史資料は、足田町、福田九章屋の国頭屋文書で、 ほぼ構成されている。2016年現在発見されたもので、教法7年に工事中の記録が残っているため、少なくとも、この時期には、ある程度完成していた可能性が高いと見られている。なお、土木学会推奨土木遺産選定時点では、法歴14年13期あったとする古文書が最古で、あり、後に1722年の古文書が発見された。以下、 2016年現在で分かっている記録を列挙する。江戸時代は砂止めの背後地を水田として用いていたという。大正時代以降は水田利用は止められ牛の放牧地として利用していた。確認できる過去の気象データでは大きな被災記録は残っていない。別所砂止めは資料にはあったが全容は把握されていなかった。2009年足田町。 福田の住民が調査を行い、福田の史跡探訪の会が整備を始め、後に別所砂止めを守る会が設立され、地域住民や市内外からも参加されで、美化活動が行われてきた。2015年に福山市初の土木学会戦勝土木遺産に選定されている。2016年には別所砂止めを守る会が土木学会市民部新対象2016で、 グランプリを受賞している。登山道の砂利の搬入や、登山道整備、有事校の設置なども、別所砂止めを守る会によって行われている。近隣の大学生も協力している。現在砂止めは全部で36基確認されている。うち、下流区間の一番砂止めから14番砂止めが、比較的規模が大きく、また、代償様々な形態の砂止めが1係流に三十。 数期異常良好な状態で現存している貴重な土木遺産として土木学会専用土木遺産に選定されている。上流区間の15番差止めから36番差止めは規模が小さい。そのほとんどが江戸時代に作られた当時のままで現存している。使用されている石材は溶血業海岸で同地で調達したと推定されている。福山の代表的な砂止めである。 堂々潜在流群との大きな違いは、別所砂止めは、水同士の部分にのみ石張りが施されている点にある。2016年現在砂止めの構造形式は4つに分類されているが、別所砂止めは、構造1の石張り土延定形式、構造2の石暮れ断石延定形式、構造4の石壁延定形式が単一あるいは複合型で存在している。特に、 水同士が急勾配になっているところは、構造4の石壁、観光配が、構造1の土園庭の複合型砂止めとなっているものが複数存在している。これはかさ上げ、増築を当初とは違う形式で行ったため、複合化したものと推定されている。ただ2016年現在内部発掘調査が行われていないため、新たな構造形式が発見される可能性がある。 以下、土木遺産に選定されている14基の諸言を列挙する。11から12番佐止めと登山道、福山市中心部より、福山市同市もある地味ゆき幹線を西に進み、福山市立動物園手前に別所砂止目の案内看板がある。それを、道なりに1キロメートル進むと広い駐車場がある。駐車場からは案内看板が整備されている。駐車場から途中、 イノシシよけのゲートがあるが、開閉は自由。しばらく進むと山中に小型車が2台ほど止めれる、狭い駐車スペースがある。その駐車スペースの沢の上流にも35番と36番の砂止めがあるが、未整備。駐車場から徒歩704メートルで一番砂止めがあり、以後数十メートルおきに8番までの砂止めが現れる。MTB なら8番砂止めまで登ることができる。 8番サドメの上に広場があり、かつてそこから登山道が分岐していたが、現在は安全確保のために9番サドメからの分岐に変更されている。1から14番サドメは登山道が整備されており、軽装で登ることができるが、15番サドメ以降は未整備で草木に渦漏れており、通路もない。ありがとうございます。